竹本清蔵から1956年6月26日は日本の牧師、巡回伝道者である。1872年鳥取県倉吉市に生まれる。1889年に日本組合協会の倉吉講義所でアメリカンボードの JH ペティより洗礼を受ける。キリスト教徒になったことによる家族の迫害を避けて津山、岡山、倉敷に流転する。 1890年頃、松江市で英国聖公会の宣教師 BF バックストンに会い、バックストンに導かれ直接献身を決意するより、その後、バックストンと出雲地方での伝道を開始する。1903年に日本組合キリスト教会の牧師に就任し、広島教会で巻会をする。1912年に日本キリスト伝道会社より台湾に派遣され、 日本組合台北キリスト教会を設立する。1914年には日本組合キリスト教会天馬教会の牧師に就任する。1919年頃、同じく組合教会の伝道師、木村清松と日本ホーリネス教会の中田重春監督、内村勘蔵らによるサイリン運動に協力する。1923年には霊化運動を標榜して、 日本組合キリスト教会の牧師牧師を辞任して東京に移り、霊化運動のための巡回伝道を行う。太平洋戦争中には国家主義に迎合するが、戦後は霊化を再び始め、神へに重点を置いて活動した。日本キリスト教歴史大辞典教文館、1988年。 ありがとうございます。